両腕で大きな円を描き、ふくらはぎの筋肉を使ってかかとを上げていきます。最初10回はかかとの上下運動で、最後10回目はかかとを浮かせた状態で10秒姿勢を保ちましょう。それでは姿勢を作ります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そのまま保ちます。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。それでは姿勢を作りましょう。この姿勢で15秒保ちます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。そしたら足を変えましょう。この姿勢で15秒保ちます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、結構です。次はフレイルの E、 椅子立ち上がり運動です。肩幅に足を開き、胸の前で手を組んで姿勢を作っていきます。椅子は少し浅く腰掛け、足の力で踏ん張って立ち上がっていきます。それでは姿勢を作りましょう。5回立ち上がって、5回目は少し椅子から離して10秒その姿勢を保ちます。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5。椅子から少し浮かせてそのまま止まります。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。次はフレイルのルーレット運動に移ります。膝を伸ばした状態で床から少し足を浮かせて大きく円を描いていきます。それでは姿勢を作ります。前回し5回、後ろ回し5回になります。せーの、1、2、3、4、5。はい、後ろ回しです。1、2、3、4、5。反対の足になります。姿勢を作って準備しましょう。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5。
5、これでフレイル予防運動、総合運動編を終わります。できることから少しずつ頑張っていきましょう。